ロベルト・ストレートは、ブラジルのレーシングドライバーである。当初はモトクロスに親しんでいたが、7歳でカートを始め、9歳の時にカートレースにデビューした。しばらく、ブラジル国内のカートレースで実績を重ね、1999年には、ブラジルカート選手権 FA クラスでシリーズチャンピオンのタイトルを獲得した。翌2000年は、カートレースと並行して4輪レースにも進出し、ブラジルフォーミュラフォードにデビューした。2001年は、ブラジルフォーミュラシボレーでシリーズチャンピオンを獲得するとともに、シーズンオフにはイタリアに渡り、イタリアフォーミュラルのウィンターシリーズに挑戦し、ここでもシリーズチャンピオンを獲得した。2002年からはイタリアを本拠地として、本格的にヨーロッパのジュニアフォーミュラに参戦した。2002年、2003年は、イタリアとユーロのフォーミュラルノーに W エントリーを行い、2004年は F3 ユーロシリーズを転戦している。2005年には、初来日を果たし、INGINGから全日本 F3 選手権に参戦した。第12戦鈴鹿ラウンドで初優勝し、シリーズ6位の成績を残した。その後2006年2007年も同様のチーム体制で参戦を継続し、2006年は3勝をマークし、シリーズ3位。2007年は7勝を挙げ、シリーズ2位の好成績を収めた。特に2007年のシーズンは、旧型の車体を使いながら、シリーズチャンピオンの大島和也よりも一つ多い勝利を記録したことについては注目すべき点であった。なお、2005年と2006年にはモナコ F3 にも挑戦している。2008年からは2007年の成績が評価され、CERUMO、INGING合同チームから全日本選手権フォーミュラ日本フル参戦を果たした。2009年は FIAGT 選手権に同胞の先輩である、エンリケ・ベルノルディとのコンビで参戦している。フォーミュラ3ユーロシリーズ全日本フォーミュラ3選手権、フォーミュラ、日本スーパー GTFIA、GT 選手権。ありがとうございます。